どうも、刺身です。無痛症状、あとね、今エンディングの1と2を見たんですけど、あともう一個隠しエンディングがあるということで、ちょっとね、探していたんですけど、ようやく見つけました。なので、ちょっとね、なので今回は結構ネタバレになるので、もし、ネタバレが嫌な人は、見ない方がいいかなと思います。というわけでね、早速隠しエンディング行ってみたいと思います。やっぱね、隠しエンディング、なんかここの辺じゃないのかなっていうところがね、だいたい当たっていて、ただね、ちょっとね、まあなんて言うんでしょうね、こう、まあなんて言うんだろうな、まあ少し間違えてたので、ほんとね、あれなんですよね。まあこの辺はまあ無視していっていいとして、はい、この先からね、この先が隠しエンディングの、がある場所になります。この先に、まあ、この先なんかね、少女、白い少女が立っているところから飛び降りて進んでいくんですけど、そこのね、右側になんか乗れるんじゃないかと思って頑張ってたんですけど、実は右じゃなかったっていう話で、左にあったんですよね。成功するといいですが、よし、もう少しですね。落ちたらすぐに左にキーを入れればいけるはず。ここでこうやってね、落ちた瞬間にこうやって、そう、押し入った、ここ左に行ってればここに入れるんですよね。でこれね、なんか落ちると見せかけて実は落ちないという、このでやな音がしたと同時にジャンプ力が倍増するという。とりあえずこっち行ってみようかな。まあ、こいつがいるんですよ、こいつが。こいつがね、別に行っても何もなんないんですよね。で、先に進めねえじゃねえか、ボケっつって。ただ、ここにね、こう登れるんですよ。このジャンプ力を倍増したこの少女がね。こうやって、おらーおりゃ、無理か。おりゃーと。で、おりゃーと。おりゃーと。行くと、こう目玉があるのでね。この目玉をこうやって、持っていきましょう。くるくるくると、はいはいはいと、はいはいはいと、そうそう、こいつね、こいつがね、こうやってもう明らかにもう目玉を食いたがってる感じ。すげえジャンプ力なんだ。しかし人の成長って早いな。
たらこう扉を入るよね。それは入るわ。あ、ジャンプ力が戻った。それなぜかね、こうエンディングに行くこのベッドがあるところ、ポテチがいっぱいです。はい、そしてね、ポテチポテチ、うす塩、海苔塩、コンソメ、そしてなぜかキャベツ二郎があるというね、懐かしいな。海苔塩、ポテチうまい。主犯ポテチ、裏のこの音は何なんだこれ。ポテチ揚げてるとかじゃないよね。ポテチ持ってる少女、ポテトチップス。急に急に少女漫画エンディングナンバー、ポテト、ポテチうまい。これがどうやら隠しエンディングみたいです。どんだけポテチ推し。はい、というわけでね、無事、全部のこれで多分全部のエンディングだと思うんですけど、まあ、無痛少女、全てのエンディングを見ることができました。はい、というわけで今回は、この辺でさようなら。